サンデークリニックこの番組は静岡県医師会静岡県医師協同組合静岡県医師信用組合の協力でお送りします。 皆さんこんにちは野地武彦です家族一人一人が皆健康であることは何者にも変えがたいものです健康で楽しく暮らしていきたいそんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます今週はその市の杉山委員委員長の 杉山茂樹先生に胃がん検診辛そうだけど受けた方がいいのというテーマでお話しいただきます杉山先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします胃がん検診辛そうだけど受けた方がいいのということですがラジオ機の皆さんそんな風に思っている方は多いんじゃないかなという風うに想像しますいかがでしょうかそうですよね 胃がん検診について皆さんはやった方が良いとは思ってらっしゃるでしょうが、辛いのではないかなと、自分はならないような気がするからいいよと思っている方も多いでしょうね。胃がんはかつては日本の死亡原因の上位を占めていた病気ですが、最近は早期発見、治療の進歩により死亡率は減少傾向にあります。しかし、いまだに多くの方が胃がんに苦しんでいます。 早く見つけて内視鏡治療など、新種の比較的少ない治療ができると良いですね。はい、今日は胃がん検診について、そしてなぜ胃がん検診が大切なのか、その理由を詳しく説明したいと思います。はい、お願いします。ではまず、胃がんという病気そのものについて、改めて教えてください。はい。胃がんとは、皆さんもご存知でしょうが、えー、胃がんは胃の粘膜にできる悪性腫瘍です。はい。 初期の段階では自覚症状がほとんどないため進行してから発見されることが多くありますいい胃が痛くないから自分は大丈夫っていうことではありません、はい、現在胃がんは日本で患者数が2番目に多いがんで2019年の1年間に12万4千例男性は8万5千例女性は3万9千例 が、胃がんと診断されています。大体、そういう数になるんですね。はい。様々のがんの中で、男性は前立腺がんについて2番目に多くて、女性では肺がんについて4番目になっています。1>, はい、1年間の死亡数はまあ、2020年でいうと4万2000人男性では28000万8千人、女性は14000万4千人とまだまだ多い病気です。はい 早期発見、早期治療が求められる病気です。患者の数もそれで死亡する方も多いのが胃がんだということですね。胃がんの原因というのはどういうことになりますか。はい、胃がんの原因ではヘルコバクターピロリ菌感染症が。胃がんの最も大きな原因の一つです。はい。五歳ぐらいまでに口から感染し。ペーハーにという賛成の中でも。 自分の周囲にウレアーゼという膜を作って胃の中に感染し生存していますそして胃炎とか胃潰瘍、胃がんなどの原因になります早く見つけて抗生剤で除菌すると胃がんの発生率が減ります、はい、検診の検査をすることでがんを見つけること以外にヘリコバクターピロリ菌に感染していることがわかり除菌をの治療につながります 私来年の人間ドックのオプションで初めてピロリ菌の検査を予約しました、はい、はい。ピロリ菌の他にも胃がんの原因はあるんですかはい。その他にもですね食生活で言いますと、えー、抗塩分食、燻製の食事、えー、塩漬けの食品などの摂取は胃がんのリスクを高める可能性があります<ー>またタバコですね、喫煙は 胃がんのリスクを高めることが分かっています。はい。えー、肺だけではなく、タバコの発がん物質は唾液とともに、食道から胃に流れていきます。あ,あ、そういうことなんですね。はい。その他には遺伝子ですね。家族に胃がんの患者さんがいる場合は、リスクが高まる可能性があります。では、胃がんになると、どんな症状が出てくるものなんでしょうか。はい、大切なのは。 初期の胃がんは自覚症状がないことがほとんどなのです、はい、進行するとお腹の痛みとか消化不良食欲不振体重の減少吐血といって血を吐くこと、はい、え黒い弁ですね黒色弁などの症状が現れることがあります、うん、症状が出ないうちに発見することを望みますということは 最初は特に症状がなくて自分でわかるような症状が出た時にはそれなりに進行してしまった後ということなんですねそうなんですね、はい、胃がんが怖いのは最初に自覚症状がないために進行してから発見されることが多いという点です、はい、進行した胃がんは他の臓器に転移したり命を脅かす可能性が高くなります、うん 美味しいご飯が取れなくなってしまうのは辛いことですよねそうですねできればまあ、死ぬまで美味しいご飯を食べて生きていたいなと私は思っておりますさあその胃がんを早めに発見するのが検診だということですねはい、はい、胃がんの検診は早期に胃がんを発見するために重要な手段ですえー、先ほどから述べているように早期に発見できれば 内視鏡の治療など完全に治療できる可能性が高まってきます、はい、胃がん検診と言っていますが胃だけではなく食道、十二指腸、喉の病気も同時に観察しますお<ー>ええー、食道がんですねこれも年間2万8千人ほど発見されます、はい、胃がんの5分の1ほど見つかってきますお酒とかタバコを浴くされている方は特に注意が必要です 内視鏡の進歩によって、小さな病変が発見できるようになってきました。内視鏡も使うことがある。その胃がんの検診ですね。はい、具体的にはどんな方法で行われるんでしょうか。はい。えっ、ー、と、胃がん検診の種類には、まず主に三つあります。はい。ええー、一つ目、内視鏡の検査ですね。はい。まあ、皆さんが大変だなと思っているかもしれない検査なんですが、<ー>胃カメラとも呼ばれます。 胃の中に直接カメラを入れて観察する検査です。早期癌の発見率が高く、異常が見つかった場合。その場で組織を採取して検査することも可能です。先生おっしゃったように、これが。苦しいんだよってことは聞くんですよ。あの涙や鼻水が出るぐらいならいいんですけれども、何度も。えずくっていうことを聞くんですけれども、どうでしょうか。はい。 え最近ですね医学の進歩でですね内視鏡は非常に細くなっています<う>太さは5から6ミリぐらいで<あ>鼻から入る内視鏡で検診などよく使われるようになってきました、はい、うどんの太さと同じぐらいでしょうかうまああの鼻からうどんは食べませんけど以前より比較的 楽になってきました。あの家の内視鏡ではないんですけれども、私声が出なくなった時がありまして、はい、その時は鼻から内視鏡を入れて、はい、生態を見てもらったことがあるんですよ。はい、はい、それはね、全然苦しくなかったんです。はい、その先が辛いんでしょうか。そうなんですね。はあ、えっと、鼻から入れる内視鏡はさらにあの細くて、三ミリぐらいなんですね。はあ、はい。で、そこまでは麻酔が効いてます。 で、その先の喉のところも麻酔は効いてるんですけど、ゴクンって飲んだ時に通るところ、はい、声帯のすぐ横のところにあの反射しやすい反射おえっと反射しやすい人はいます、はい。なるほど。さあ、その内視鏡でどんなものが見えますか？はい、医学の進歩で画像が綺麗になり、また特殊な画像処理をして分かりにくい病変を目立たせるようにする方法も一般的になってきました。はい、さらに。 最新の AI 技術を使用することによって内視鏡が医師にここを見てくださいねって注意喚起をしてくれます<ー> AI は画像分析で組織の鑑別をできるようになってきましたこの病変は癌になる可能性がある病変ですよと内視鏡が判断してくれるんです数ミリほどの小さな病変も多く見つかるようになりました内視鏡で治療できる病変も多くなってきました、はい 検査はだいたい5分から10分ぐらいです。<ー>喉の麻酔をして検査を行います。しかし、5分から10分もそのおえっとなってしまう。反射反応があるところを。まあ管がこう通ってるっていうことですね。えっと入るのはおえってなりやすいのはほとんど最初の数秒。 なんですね。入り口だけですか。はい。で、すごい緊張すると力入っちゃいますから。はい。慣れていくと緊張を抜けてきたりしますので、うん、あの医師が緊張を解くようなお話をしてくれたりすると、まあだんだん上手くなってきますね。そういう仕組みなんですね。はい、胃カメラと一般的に呼ばれる内視鏡の検査、これが胃がんの検診の一つ目の方法ということですね。二、はい、つ目はいかがですか。二つ目はですね、バリウムの検査ですね。はい バリウムって聞いたことがございますでしょうかねあります白いあの液体なんですが、はい、それを飲んで X 線で胃の形を調べる検査です、はい、内視鏡の検査に比べて値段は安いです、はい、比較的患者さんの負担が少ないのが特徴です、うん、内視鏡検査に比べて精度はやだや,や劣ります<ー>具体的にはバリウムと胃を広げるあ白い粉ですね薬を飲んで レントゲンの台の上で転がって、はい、胃の表面にバリウムをつけて写真を撮ってきます、はい、5分ぐらいの検査です、はい、検査後はあの数日以内にバリウムを出していく必要があるので下剤を飲んでもらうことがあります、はい、便秘がすごくひどい人とかご縁っていって無せやすくなってる人台の上でちょっと転がることができない方まあ腸に炎症がある炎症性腸疾患とか そうね、袋がある軽質炎とかいう病気をしている人はできないことがあります私は40歳から人間ドックを始めて毎年今56歳ですだからずっと胃の検査バリウムでやってきたんですこれは馴染みがありますはい。どうでしょうかこのままバリウムの検査でずっと行けばいいのかそれとも時に内視鏡検査を混ぜて何か分かりにくいところを見た方がいいのかどんなふうに考えますか 基本的にはですね内視鏡の方がよく見えます。はあ、バリウムで見えないものが結構見えていきますから、はい、可能ならば内視鏡をされるのもいいと思いますし、また、うん、はあの後でお話でますけどヘリコバクターピロリ菌っていうのがいなくて切れないの方はバリウムを続けることでもいいと思います。わかりました。そういう意味でもピロリ菌の検査はそうでした方がいいかもしれませんね。ねあとは食道本に関しては内視鏡の方が明らかに。うん よく見えますので<っ>先ほど言われたタバコを吸う方とか、はい、お酒を結構飲まれる方はとか逆流性腸内ある方ですね胸に胃酸の食道の方に曲がってくる方はぜひ内視鏡をお勧めいたしますすそうなんですね、はい、バリウムの検査の中でもごくんと飲んだところを取りますよっていう項目もあってですねあそれは食道を見てるのかななんて思ってましたはい見てるんですけども主にあの胃の方のこう見る検査である。はあ ですね、で小さいもう本当に表面の小さな小さな病変っていうのは、えー、内視鏡の方がよく見えますので治療的に内視鏡の検査内視鏡の治療ができる可能性が高くなってきますのであ、はいまあ、時々ですいいですけどあの内視鏡を入れた方がいいいと思いますかりましたリスクのことを考えたら人によってリスクのことを考えて内視鏡をどのくらいの割合カメラを バリウムをどのくらいの割合内視鏡をどのくらいの割合でやるって言うのをリスクを考えて検査医と相談していくのがいいかもしれません。はい、胃がんの検診の方法、一つ目は内視鏡二つ目はバリウム検査をご紹介いただきました。他にはありますか？はい、次は abc 検診っていうのがあります。はい、よくあの集団検診で使われてます。<ー> abc 検診は胃がんのリスクを評価するための血液の検査なんですね。はい だから何かを飲んだりとかではなく採血でデータが出ますが先ほど出たヘリコバクターピロリ菌の抗体の検査とペプシノーゲンというのを使ってですねペプシノーゲン法を組み合わせてリスクを A から D の4つのグループに分類します。はい、A 群群はははリスクがが最最ももも低く D 群は最も高いいのののででですす、はい、採血のみで行われるため体への負担は少ないですが 確定診断には内視鏡検査が必要ですリスクの評価に役立ちますが早期発見にはちょっと限界がありますね今週はその市の杉山院院長の杉山茂樹先生に胃がん検診 辛そうだけど受けた方がいいのというテーマでお話しいただいています私はバリウムでもって胃がんの検診胃の検診を人間ドックで毎年受けてますが特に胃がんの検診を受けるべきだという人はどんな人ということが言えますか、はいえー、胃がん検診を受けるべきの人は、まあ、40歳以上の方で、まあ、年齢とともに胃がんの発生率が上昇してきます 症状がなくても対象年齢が来たらぜひ受けていただける方がいいと思います、はい、またヘリコバクターピロリ菌先ほど何か,から何度も出てますけどヘリコバクターピロリ菌に感染している方家族に胃がんの患者がいらっしゃる方腸腹物お腹の上の方の痛み消化不良などの症状がある方は特にちょっと受けていただけるといいと思いますやはり検診を受けるというのは大事なことなんでしょうねはいそうですね 胃がん検診の最大のメリットはやっぱり癌を早期に発見することです。はい、早期に発見された胃がんは、内視鏡の治療や手術によって高い確率で治癒することができます。はい、治ってしまうってわけですね。えー、で、進行癌になっていた場合でも、比較的進行。癌の中でも早いうちに、えー、治療を開始することで、治療の選択肢が広がって予後あとどのくらい切れるか予後っていうのは？ 改善される可能性があります、はい、私の周辺にも胃がんだったけれども手術をしてその後元気になっている方何人かは知ってるんですよね確かに。はい、さあ今日のお話のタイトルは「辛そうだけど受けた方がいい?」「はてな」としていただきましたが辛いんじゃないかな大変じゃないかなと思っている人はかなり多いと思うんですね。いかかがでしょうか はい、そうですねやっぱり人によるんでと思いますけども、はい、大変だなって感じる方もいらっしゃると思います。先ほどお話ししたように、まあ、比較的ののところだけすっと通っちゃえばあとは大丈夫だったりしますし最近はい、内視鏡もすごく細くなってきましたしね、うんはい、いいと思います、まあ、胃がんの検診にはあの次のようなデメリットもあります。はい まあ、軟式を先ほど言っていますように軟式を検査は入るときに不快感を伴うことがあっておえっとなることがあります空気を入れるためにお腹が張ったりとかもします、はい、まあ、しかし最近ではあの点滴で鎮静剤を使用することで検査の不快感を軽減することも可能になっていますしかしあの検診ではできないことがありますので医療機関にこれは問い合わせてください、はい、費用の面ではどうでしょうかはい その他の検診には一定の費用がかかりますけれども多くの自治体では補助金や助成金が利用できるため経済的な負担を軽減することができますさあ今日の話を聞いてよし、なるほどでは胃がんの検診を受けようと思ったら具体的にどうすればいいんでしょうか。はい、胃がん検診を受けるにはまずかっかりつけの医師に相談することが重要です。 医師の紹介状が必要な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。また、多くの自治体では定期的に胃がん検診を実施しているため、自治体の健康診断の情報をチェックすることもお勧めします。また、会社によっては定期的な検診を受けるように言われると思います。今日は、胃がん検診、大変そうだけど受けた方がいいのというタイトルでお話を伺ってきました。やはり、 結論としては受けた方がいいということですね。<laughs> そうですね。はい、もう、はい、それを言いに来たので。はい。はい、まあ、胃がん検診では、胃がんはあの早期発見が難しいがんの一つなんです。まあ、定期的な検査を受けることで、早期発見、早期治療が可能となります。検診には不快感とか費用の問題もありますけど、それ以上に命を守るための重要な手段です。 ぜひ定期的な胃がん検診を受けて自分自身の健康を守りましょうどうでしょうかここまで聞いて胃がん検診を受けてみようかなという気になっていただけたでしょうかはい、えー。検査自体は5分ほどでありますけども敷居が高い方もいらっしゃると思いますいろんな困難なことも考え方次第だと思います年に5分だけ頑張れば胃がんで苦しむことがないんだって考えていただければとても幸いですはい 検診の申し込み方がわからない方は、自分の住んでいる実態や企業に問い合わせていただくか、かかりつけ医に相談してみるのも良いと思います。ご家族やご近所、友人などのに相談してみるのも良いと思います。大変かもしれないけど、受けてみようかなと思い立つことがとても大切です。まあ、検診をして健康で有意義な生活をぜひしていただけると嬉しいと思います。はい、今週は、 胃がん検診辛そうだけど、受けた方がいいのというテーマで。そのしの杉山医院院長の杉山茂樹先生にお話しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週の放送は汗が関わる皮膚の病気。多汗症とコリン性蕁麻疹というテーマでお送りします。 気になる病気についてなどお聞きになりたいテーマがありましたら、ぜひハガキ、封書、ファックスで番組宛にお送りください。番組のホームページにアクセスしていただければ、相談事やメッセージを送っていただいたり、これまでの放送内容もご覧になれたりします。お便りの宛先は郵便番号四二二の八六八零 SBS ラジオサンデークリニックの係。ファックスは。 零五四二八七の五五五五。零五四二八七の五五五五。55 55 55 55ーメールはクリニックアットマーク。D I G I S B S. c o m です。イーメールは C. L. I. N. I. C. アットマーク。D I G I S B S. C. O. M. です。番組のホームページは。 SBS のホームページの SBS ラジオの欄からこの番組サンデークリニックをクリックしてくださいこれまでの放送についてはインターネット、YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができますお相手は野地武彦でしたこの番組は静岡県医師会静岡県医師共同組合静岡県医師信用組合の協力でお送りしました 静岡県医師会は、県民の皆様の健康を守るため、4250人の会員が一丸となって努力していますが、一番大事なことは日頃からの予防です。また、病気は早期発見・早期治療が大切です。かかりつけ医の指導を守って、健康で明るい家庭生活を送ってください。静岡県医師会からのメッセージでした。